今日泊まるホテルはモックス大阪新梅田です。もうエレベーターホールまでおしゃれっていうね。今日泊まるの521号室です。あーめっちゃおしゃれ、めっちゃ綺麗、やばい、海外のホテルみたい。お風呂は扉がガラス張りで、よくカンドラで見る上からシャワーが出るのと、普通の使いやすいシャワー、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがあります。そんなに広くないし浴槽もないけど、まあ、一人で入るなら全然十分な広さです。気になるのがワンちゃんのトイレが結構ちっちゃくて、ビションにはちっちゃいかなって、できるけど十分な広さではないかなって感じです。でベッドはこの広々サイズが2つでした。ここ泊まりするんだよ。どうしたん？大丈夫よ、寂しくないよ。ワンちゃんのものはこの飲み水と、一緒にベッドには寝れないからペット用のベッド、あとトイレシートと袋、あとおトイレがあります。どうですかハニさん、おしゃれホテルの心地は。お母さんもうちょっとしたら来るよ。全部食べてよかったね、美味しかった、うん、歯磨きガムいる人、歯磨きガムいる人、歯磨きガムいる、いるいるいる、はい押さえ、はい、はい、どうぞ。せっかくだからメイク直しして下のバーに行ってきます。すいません、これ使えますか。はい、はい、こちらからお選びください。ジンとオレンジジュース、ジンとオレンジジュース、感じでガウンでした。結構ゆったりしているので誰でも着やすいと思います。
1日目はこんな感じで終了です。おやすみなさい。おはよう。よく寝れましたか？ちゃんとトイレもできてよかったね。なんかご飯を食べる時間がちょっとずれたり食べなかったりさ、もうちょっと旅先とかホテルとかに慣れてくれたらいいね。またメイク2日目の準備できました。ベッドお気に入りだったね。まだ眠いね。なんか似合うね、服と電話が。ハニ、メガネ曇ってるよ。すごい、鼻息。この立派なお花から。今日は京都に出発